しょう。どうしてフィンネルばっかりあんな目に。ちくしょう、ちくしょう。ずいぶん荒れてるわね。モモコ、なんでフィンネルはあんな目に遭わなきゃならないんだ。仕方ないのよ。だってそれがフィンネルの持って生まれた使命だったんだから。持って生まれた使命だと、いじめられるのがか。そんなバカな話があるか。もう諦めたら。どうしようもないことだってあるわよ。あいつらだってフィンネルを殺そうと思ってるわけじゃないし。もういい。てめえに聞いた俺がバカだった。